武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、立命館大学の化学の、勉強法について話していきたいと思います。こちら、化学の問題ですが、大問が4題、出題されています。で、理論無機化学まんべんなく出るような形になっていますが、大体ですね、出る構成としては知識、聞いてくるの問題があって、計算問題もあって、そこで考えられなきゃいけないような問題や、論述もあってみたいな形で、割といろんなことが全体的に出てくるような、形式となっています。で、計算そのものの問題自体はそこまでややこしいことがなく標準的な難易度なので、割と、知識もそうなんですが、与えられているものさえちゃんと使いこなせれば、標準的な問題集マーチレベルぐらいの参考書終わってれば、十分対応はできるとは思います。ただ、割とリード文の難易度がちょっと高いかなっていうのが、結構出てきたり、する部分があって、実験の過程をちょっと追わなきゃいけなかったりとかで、結構読んで判断しなきゃいけないものがあったりとかっていう形で、一個一個ですね、問題として難易度が高いというわけではないような問題でも、出され方によって難易度上がるんだなっていうような、形式になっている、ものであるかなというふうには思います。で、これらの問題に関しては、やはりその問題集ただ仕上げているだけではダメで、教科書などの読み込みしてちゃんと知識を使えるように仕上げておくっていうことで、細かい用語の区別などもちゃんとつくようにしておくことで、計算問題を手早くミスらずしっかり解けるようにしておくことっていう、標準的なことがちゃんとできるっていう、なんとなくできるじゃなくてちゃんとできることを、全文やちゃんと仕上げておくことが重要になってくるとは思います。で、ここの解き方のコツとしては、回答だけ確認して、それ解けなかった問題とか確認してですね、自分で解き直して解けるようにしておくとかだけじゃなくて、そもそも問題文読んだ時点でどういうふうにその解き方にたどり着くのかっていうような、読む段階での、強化っていうのを結構やっておいた方がいいかなとは思います。割と、ちょっと一見変わったような問題が出てきたりはするので、解けるようになってしまった側からすれば簡単だけど、これ思いつくまで結構問題文読んでも何したらいいのかよくわかんないなとか、どうやってその解法にたどり着くんだろうなっていう部分がちょっと難しいかなと思いますので、その部分をしっかり回答とか解説確認しながら自分なりに考えられていくように対策していきましょう。なので、参考書自体は何か増やしてやるということはしなくていいですが、マーチレベルまでの参考書、問題、知識、計算、それぞれちゃんと全て強化してオールラウンドに、ただの暗記じゃなくて使えるように仕上げていくように心がけてください。以上が立命館大学の化学の勉強法となります。